合格してから社会人になってからどうなんだって言われるとですね、実はもうほとんど変わってないですね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。公認会計士の小山です。本日は合格者が語るクリスマス年末年始の過ごし方というテーマで動画を収録していきたいと思います。僕はですね、本日お話しするような考え方をもとに受験期も過ごしましたし、今ね社会人になってからも、大体こういった考え方で休みっていうのは過ごすように実はしておりますと、今日はね YouTube ってこともあり、ちょっと面白おかしくというかちょっと尖った話もするんですが、最後まで聞いてもらったらね趣旨はわかるんじゃないかなと思います。ではね、早速いつも通り3つのラインナップでいきましょう。でまず1つ目、受験期ね、せっかく今回受験生の方もね、今ねちょうどクリスマス、このね動画の公開日がクリスマスドンピシャだと思いますが、受験勉強頑張ってる方のためにもですね、実際僕が受験期どのように過ごしたかっていうのを小山のバージョン丸1で話します。で次丸2、合格してね社会人今もう10年以上やっているんですけども、社会人になってからね大枠は変わりませんので、ざっとねどういう風にじゃあそれを応用してるかって話。3つ目は何かっていうと、今回ね受験生多いでしょうから、もう受験生に特に言いたいのが、勉強のボルテージが上がりますよ。今日はねそんな話をしておきたいなと思います。ではね早速1つずついきましょう。まず小山の昔話話します。僕もね、公認会計試験どっぷりやりました。で元をたどればですね、同志社大学の大学受験で、高校もね僕奈良県だったんですけど、奈良県の中では上位校行きました。で元々のスペックって超底辺だったんで、めちゃめちゃ勉強してそこ行ったんですね。なんで高校受験、大学受験、公認会計試験、全部実はこのやり方でやりました。で大体皆さんのお休みって言ったらこうじゃないですか。もう来たるクリスマスですね。皆さんウキウキされてるかもしれませんね、クリスマスで。お正月年末年始来ますよね。で僕京都、大学時代は京都だったので、公認会計時代っていうのは京都で過ごしました。で京都って言うと祇園祭りがね夏場にねもう華やか盛大に行われるんですよ。それを横目にね僕はどうしてたのかって話で、最後ですね盆休みっていうのも、全部お休みじゃないですか。世間一般的に言う、皆さんがね一斉にお休みしましょう、帰省しましょうみたいなシーズンなんですが、僕はズバリどうしたか答え出します。勉強と、これはね、僕の動画見てもらってる方はもうご存知の通り、もしくはお察しの通りなんですけども、僕はですねもう勉強しました。その大きな価値観何かっていうと、一言、関係ないです。このお休みっていうのはですね、世間一般的なずっと働いてる方とかずっと、勉強されてる方が、心身ともにリフレッシュしましょうよって期間ですので、僕ですね公認会計試験って自分が取りたいって言ってやってるもんですので、しかも期限は有限じゃないですか。もう8月27日もう試験日だよって言われてるんで、もう関係ないですね。僕の中では1年間という限られた期間の中での、たまたまその日が来てるだけ、クリスマス正月日が来てるってだけで、勉強できる期間の単なる1日、もうそんだけのカウントなんですね。なんで12月23だろうが4だろうが25だろうが、もうそれは別にもうなんだ日々と変わらない。4月5日と12月24、25、全く一緒っていう感じで、もう勉強できる貴重な一日というマインドセットでやってました。で、面白話、ささっと話すと、僕年末年始ね、とは言ってもタックが閉まっちゃうんですね。これもう僕からしても厄介で、僕はやると。もう単なる一日だ。って言っても当然タックは会社ですから、タックは盆休み、お正月休み取りますよね。ってこと、行くに行けないんですよね。で、どうしたかっていうと、もう今でも忘れないんですけど、年末年始になるとですね、先輩と僕ルームシェアしてもらってたんですけど、そのね、ルームシェアしてもらってた先輩のご友人がもう地元で学習塾を経営してると。ってことで、その学習塾も会社としては当然年末年始塾閉じますよ。ただ僕らね友人だってことで、もう鍵渡すから勝手に使ってていいよということで、僕はですね大晦日正月もう寝巻き持ち込んでですね、実は中学生がね勉強するこんなあれじゃないですか、パイプ椅子みたいな勉強机に座って僕勉強してましたし、夜はね下にね寝袋を引かしてもらって実は寝泊まりしてたという感じで、じゃあ普通の人って塾が閉まるから勉強できない、じゃあ自宅でやろうか、もしくは身が入らないになると思うんですけど、じゃあどこだったらできるかなって次そういう風に探して、じゃあできる場所を見つけて、そこで何ら変わらない一日を過ごすと。でキャリーバッグにねタックのテキストすごいじゃないですか、もう全部詰め込んでですね、正月年末年始やる分だけキャリーに入れてですね、もうゴロゴロ引いてですね、当時四条に住んでたんですけども、大阪のね方の学習塾開けてもらってですね、勉強して年越ししてたのを今でも覚えてます。でね、お店も当然閉まってるので、天下一品のラーメンを年越しそばじゃないですけど食べて、それだけ聞いちゃうと寂しい年末年始だなって周りから思われるかもしれないんですけど、僕はですね今となってでも面白い、すごい良かったなっていう思い出ですし、当時もねもうめちゃめちゃ楽しんでやってたんですよね。僕いつも言ってる通り苦学生だったので、お金もなかったですから、天下一品食べれるだけで僕からしたらごちそうなんで、それで勉強もして、その中で僕の中でご褒美が天下一品だったんですけど、食べてねめちゃめちゃ美味しいな。で勉強ね、もうちょっと年上げてあと数ヶ月で本番だなみたいな感じで、そこでねまた自分をリフレッシュするというか、普段と違う環境で、そんな感じでうまく使ってました。で根底にあるのは変わらない一日、僕からしたら貴重な勉強できる一日で、ここで面白い、まさしく大人になってから一致した考え方があって、去年の年末って那須川天心さんとメイウェザー戦ったじゃないですか。そのメイウェザー選手っていうのはザマネーって言われるぐらい、もう歩く賞金首みたいな、もうめちゃめちゃ稼ぐ人なんですよね。もうボクシングも腕一本でもう何百億って稼いできてる人だと思うんですけど、その人が言ってる名言があって、お前らが遊んでる時俺は勉強している、お前らが寝てる時俺は勉強している、お前らが勉強してる時は当然俺も勉強している、
強していると。まあそんな感じで僕やってたんで、もうまさしくメイウェザー選手がね、お前らが休んでる時は俺は練習してる、お前らが寝てる時は、俺は練習している、お前らが練習してる時は当然俺も練習していると、メイウェザーと。で僕も、まあ、今思えばね、まあ、成功者の考え方が一致する、自分が成功者とかっていう意味ではなくて、まあ、合格したって意味では成功したパターンじゃないですか。って意味では、まあ、そのどこも一緒だなと、根底って一緒だなと思って、まあ、僕はそう思ってましたよ。みんなね、クリスマスで浮き足立ってる時、俺は勉強してるんだと、俺は絶対受かってやるとっていう感じでやってましたから、まあ、そうやって自分を奮い立たせるじゃないですけど、こんだけ犠牲を払ったんだから絶対物にしてやろうとかですね、まあ、そういうふうに、まあ、自分に酔ってるわけじゃないですけど、いい意味でモチベーションに変えていったっていうのは思い出としてはありますね。次2つ目、じゃあ合格してから社会人になってからどうなんだって言われるとですね、実はもうほとんど変わってないですね。当然ね、特に起業してから6年目以上、7年目に入るのかなぐらいやってますけど、やっぱりね、盆休みとか年末年始あんまり関係ないんですね。でこれもさっき言った会社と一緒で、会社当然閉じますよ、閉じますからお休みしますよ。であと取引先とかね、経営者仲間は当然お休みしてるケースがありますから、まあ、そういった時だから人と何かするってよりかは、まあ、僕はでもそれこそなんか自分でできる仕事っていうのをしたりですね、まあ、そういうのやってます。なんでメイウェザー風に言うと、まあお前らが遊んでる時俺は仕事している、まあみんながね仕事している時は当然俺も仕事しているっていう感じで、まあやっぱりまあ何が自分の中で大切なのか、まあさっき受験時代も言いましたけど、僕からしたらもう変わり映えのしない一日というか、大事な大事な一日だってことでやってます。で間違ってもね、これ押し付けじゃないので、冒頭に言いたかったんですけど、ネタバレすんで言わなかったんですけど、僕はこういう風にやって、まあ面白おかしくモチベーションボルテージに変えてるっていうだけの発信です。それに感銘を受けてもらうのもいいですし、俺としたって思うのもいいですし、全然いいと、そんなんじゃないと、年末年始ぐらい休んでリフレッシュしてやればいいじゃんと、新しくこれも一つの考え方、全然終わりで周りに成功者何人もいますっていう意味で、あくまでねこれ YouTube 的なエンタメだと思って最後にね聞いてもらったらありがたいです。でまああとね、そういった価値観しっかり大事な一日っていうのも確かにあるんですけど、僕社会人になってから特にこれ気を使ってることがあって、結局そのクリスマスとか年末年始って混むじゃないですか。なんでかっていうと、まあ皆さんが当然その休みに集中しますから、っていう意味ではよく航空会社とかで言われるのがハイシーズンっていうのになるんですね。何かっていうと高いし混むんですよ。でそういうとバリュー低いじゃないですか、まあ、コスパですよね、悪いじゃないですか。ということで、じゃあ僕はね、今起業してますし、今自分である程度けじめはつけれるわけですよ。それこそね、逆に言うと平日に例えばその旅行行ったりとかですね、逆に土日ちゃんと自分で仕事したり、そういうふうに自分で決められますんで、今もあんまり変わらないっていう結論は一緒なんだけど、まあ、さらにそれにプラスアルファ、どうせ混むしコスパ悪いしってところで、じゃあ自分は空いてるし安いしって時に行くっていう、まあ、自分の中のスケジュール設計でそこらできてしまいますんで、まあ、そういうふうにやってます。もう安いし混んでないし最高。ただ一つ、例えば恋人とかいたらですよ、とか友達がいたら、それは当然相手は当然正月といえばゆっくり過ごすでしょうとか、クリスマスって言ったらどっか行くでしょう、そういった価値観の人がいれば、さすがにそこは僕そこまでクレイジーなやつじゃないんで、そこ合わせますっていうのは最後ね、自分のために付け加えておきます。小山さんと一緒がいいから、もう固くなにクリスマスは勉強しますっていうのも、実は僕はそこら辺は柔軟にやってますっていう価値観、まあ結果今回も YouTube 上がってますし、僕この公開日どこにいるかっていうと、タックにいます。はい、タックで経営学ね教えてますんで、まあ僕は結局仕事してますし、なんかねそういう風な特別なことはしてないですけど、僕はねちゃんと自分の人生とか仕事をしてますっていうのはね、結果論そんな感じの人生を歩んでます。で最後3つ目、勉強のボルテージを上げる、勉強のボルテージが上がるとも言い換えられますね。これは本当におすすめで、まあ一つ目でね、小山の過ごし方話しました、あとメイウェザー選手のね、まあ有名な言葉出しましたけど、これ本当なんですよ。もうみんなが遊んでる時こそ自分がやってる、特に僕はこのタイプなんですけど、っていう自分をもう認めるんですね。だからますますね、もう絶対自分は落とせないと、周りをやってるはずなのにこれを落としたらもう最悪の最悪じゃないですか。みんなが遊んでる時に遊んでないし、みんなが合格してしまって自分が落ちるって、もう最悪の最悪じゃないですか。っていう意味では絶対受かってやるとっていう感じで、どん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 ボルテージが上がっていくんですね。なので僕はですね、まあクリスマスみんながデートとかね、クリスマス過ごしてる時に俺は勉強してると、なんなら彼女も作らないと意思決定をしてると、だったら俺はもうますますやるしかないと、やってやると。で正月来ました、正月もみんなが遊んでゆっくり過ごしてる、でも俺はやると、どん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 ボルテージが上がっていくイメージなんですね。なので休まなかったって振り返った時には休まなかった自分がいますし、今ねみんなが遊んでる時に遊んでない自分がいますし、まあ、そういうふうに勉強をね途絶えさせないっていうところでもボルテージ上がるっていう意味では、めちゃめちゃね自分に相乗効果が、僕は上がるタイプなんですよ。素質論的にもそういうタイプなので、さっきね2番目の中盤で全然いやいや正月ぐらいゆっくりしなさいよっていう方は多分そういう適性なんですよ。ただ僕はそこで休んでしまうと心配なんですよ。俺が遊んでる間にライバルやってるんじゃないかとか、このね今日一日がもしね当日試験当日に振り返った時に1時間やればよかったなってなるのが嫌だ、後悔するのが嫌だっていうので、もうだったら 120% 常に出し続けようっていうタイプですんで、まあ、僕は勉強のボルテージを上げるっていうためにも、あえてみんなが休むって言われてるよねっていう価値観には乗っからないというか、まあ、習慣には乗っからないっていう風に選択していってます。ということでね、合格者が語るクリスマス、年末年始の過ごし方というテーマで小山の体験談で今の
の過ごし方で、まあそもそも根底にある考え方ですよね。勉強時代の考え方、ボルテージを上げるためっていう意味で話してきました。ぜひね、これ刺さった方、使ってみたいという方がいればですね、ぜひ頑張ってみてください。クリスマスね、ドンピシャで動画上がってますけど、年末年始ですね、ぜひ友達の学習塾ね、みんな空いてるわけではないんで、まあ、自宅でねしっかりやってみる。でそれをね、ストップウォッチとかちゃんと測ってどんだけ勉強できましたっていうのをね、公開してみるとか、ぜひそういう感じで、結局ライバルとの戦いじゃないですよ。自分との戦いっていうのは何回も言いたい。いつもね、僕は動画で言ってますけど、自分に勝つ、自分のね信じるために自分にね約束を果たすっていうのはそうなんだけど、もうこういう時ばかりですね、みんなが遊んでる、あえて想定の敵を作ってしまって、そいつがね遊んでるんだったら俺やろうっていう風にぜひね使ってみること、これ一つね切り口としては面白いんじゃないかなと思って発信いたしました。ぜひね、クリスマス、年末年始、まああと夏来るかな、来年ね盆休み来ますけど、こういうしかもウイルスがね、まあ蔓延してる時期ですので、あえてねしっかり勉強にコミットして、人混みにあんま行かないっていうのも、これ一つ裏メッセージとしてありましたから、まあしっかり巣ごもりして勉強頑張りましょう。もうちょっとですからね。ということでね、今日はクリスマス、年末年始の過ごし方お話してきました。いかがだったでしょうか。このチャンネルはですね、受験期の話、監査法人の話、社会人してる話、まあいろいろね、そういった話、できるだけその皆さん汎用性のある話を分かりやすく短く配信していきますので、ぜひねチャンネル登録とツイッターのシェアお願いいたします。ではね、今年も残りわずかですけど、一緒に頑張りましょう。では本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上になります。